旅の宿で風呂に入ってご飯をいただいている男たちを表した江戸時代の浮世絵版画。1836年から37年頃の作。歌川広重の木曽街道69継ぎのうち下諏訪。街道の旅籠に到着した旅人が奥の風呂場で青い手ぬぐいを使いつつ湯に浸かり旅の疲れを癒しています。画面の手前では障子の向こうで座敷に居並ぶ6人の男性客たちが食事の最中で、彼らは使った手ぬぐいをぶら下げているためお風呂に入った後であると分かります。奥の宿の女性に給仕をしてもらいながら、男たちはご飯と汁物のお椀とおかずを並べた黒いお膳に向かって食事に集中しています。風呂とご飯、お待ちかねのひとときを過ごしている旅人たちの様子を描く作品です。